はいゲームコレクターのサキカンです。本日は2019年10月14日、サッカン学院ゲームコレクター・オブ・スタートです。あっ、こんばんは。えっと、本日の記念日ゲームですが、えっと、1989年の10月14日に発売された「v n a s 戦記ですね。まあ、しょう <laughs> これですね、ブイナス戦記「v n a s 1 0 正直ね僕はねこれに関してはねその元のそのコンテンツをよく知らないんですよねただまあ、ね、こういう表面のパッケージだとね正直キャ,ラキャラクターゲームとして魅力があるかっていうとちょっと疑問なところはありますでま銀、あ、河、ね、英雄伝説とかねまあな,なんだろう、こう 漢字並びのものもとかねこうなんだか戦記とかなんだかこうなんだろう伝説とかねなんかそういう感じの響きのものっていうのは文字にすると強いんだけどなんだろうキャラクターものって言われるとね結構わかりづらいですよねまあおまけにねやっぱりそういう方面の、まあ、なんだか戦記みたいに作ると大体ここ,ってこ,こでねジャンルが見えてくるわけですよ。 で大体こう戦い系っていうと大体2つに分かれてあ違うな個人が戦ってるっぽいものだと RPG って選択肢があるんだけど大体なんかこう集団なりでっかい塊で戦ってるイメージだとシューティングゲームかシミュレーション系かってなるじゃないですか。でシミュレーション系だとやっぱりこうお堅い感じでしかもあの <laughs> ねあの本当に 硬いっていうところで、まあ、困ったものなんですけどまあそれで、ね、パッケージをよく見てみましょうでまあこんな感じでね VNAS1000 って感じでこうなります、まあ、文字だらけですねで裏目見るとやっとねこのアニメの絵が出てくるんですよでここでねやっと一安心なんかこの絵をこっちに使えなかったのかなーっていうのがすごいなんか残念な感じがしますでこっちも何が書いてあるかっていうとえっ、ー、とまあ ここにサブタイトルないんだけどここにね「VNAS 戦記イオシティ脱会」っていうのがこれサブタイトルなのかなって感じでしょであとここに説明が説明っていうかキャッチがね一つあるのが「青春は嵐戦いは疾風」って書いてあってこれもね正直ゲーム内容さっぱり分かりません。 まあまあ,、まああの、ジャンルに関して言うとはっきり言っちゃえばシミュレーション RPG、シミュレーションなんですけど、ここまで行くともう、もう V なす天気でピンとくる人にしかこうターゲットにしてないのかなという、まあ、感じがしてしまいます。ということでですね、えっ、ー、と、本日の。 えと漫画原作で劇場アニメになったものをさらにゲーム化したものですね。そうです。でですね、僕もあんまりね、コンテンツとしてはよくわかんないんだけど、ネット調べてみたらね、実は今年の3月ぐらいにからなんか30周年プロジェクトっていってね、こういうサイトができてます。まあ、これは実際に、ね、公式サイト見に行ってもらえばいいんですけど、30年の時を経て、幻の名作が今、蘇るってことで、 どうやらねあの7月の26日に b l u − r が出てます30周年ってことでなでなんか調べてみるとアニメの映画が3月ぐらいに公開されてるんですよ1989年のなのでまあその当時の、まあ、アニメの映画が公開されても半年ぐらいだからまあビデオとか出るタイミングとかだったのかな でそういうタイミングにこう,うまくゲームが出せればってぐらいのまあ要は結構スローペースなね開発期間どんぐらいあったかわかんないけど結構こうなんだろう当時のコンテンツとしてはなかなかこうチャレンジしてる感じの時期の発売だったような気がしますまあそんな感じでねあのまあ v n a s 戦記あの興味のある方はチェックしてみてください ういうことで、えー、っと、でも、こういう、こういう絵柄を見ちゃうとね、まあ、この絵柄が当時あったかどうかは別にして、やっぱり、なんか、パッケージ、ここにキャラの絵があった方が、なんか、みんな、もっと食いついたんじゃないかなという感じはしますよね。だって、これ、すごいかっこいいもん。ね。うん。という感じです。はい。 ブルーレイ買いましたあそうですかなるほどうーん監督さんがアニメ制作から一旦離れるきっかけになった作品とかで長らくおれりだったみたいですあなるほどそうなんですねなるほどいやー結構ねファミコンの時代ってそのなんだろう多分そういうなんか メディアミックス的なプロジェクトともしかしたら離れてたのかもしれないですね、このゲームに関して言うと。うん、まあいいや、それ以上僕も話すことはわからないので、はい、以上です。<笑><笑>でですね、えっ、ー、と、3つも紹介している64のタイトルなんですけども、えっ、ー、と、まあ本日は順番で、えっ、ー、と、ここに来ましたね。オーガバトル64、はい 当時はね、これ何で任天堂から出るのって結構不思議だったまあ64だからっていうのもあるんですしあとクエストっという会社の規、ま、模、あ、的な問題もあったと思うんですけどまあまあ <laughs> 気がつけばあの64で任天堂から発売されたのが「オーガバトル64」でこれね位置づけがね結構難しいんですけどまあそれは後ほど。 でまあ、オーガバトル64ってあってここになんだえっ、ー、とパーソン・オブ・ロードリー・カ、えー、リ,リバーかなってことで、まあ、サブタイトルもあるんだけど、まあ、肝心のことがねここに情報がないんですよ、まあ、でシミュレーション RPG 一人をバックアップ機能付きはいいし、まあ、クエストのロゴがあるのもいいでニンテンドロゴがあるのもいいんだけどあってほしいね記号記号っていうかねあの文字がないんですよ まあいいやとりあえず横を見ると、まあ n t e n d の、ね、パッケージなんで、この面と、まあ、この面がこっちで、ここが、ねまあ、逆になると。で、まあ、こういう、ね、黒字のところが、ね、目立ってるんで、まあ、そこも黒ですよ。で、裏面。で裏面結構、ね、細かく説明が書かれています、えーと。輝きを知るものの、えー、H は冷たく。 暗闇を知る者の教えはえっまぶしい。えっ、ー、と、オーガバトル、オーガバトルサーガ第6章。えっ、ー、と、パラディアスの、えっ、ー、と、ちょっと待って。はいはい。えっ、ー、と、パラティ、えっと、スス、ヌスか、パラディヌスの、えっ、ー、と、嘆きよりかな。 ということでねあのまあオーガバトルサーガのね第6章なんですよねでオーガバトルサーガの6章ってここになくてオーガバトル64ってあるからまあ、要は伝説のオーガバトルってタイトルとまあオーガアジアタクティクスオーガっていうねタイトルがまあ まあ、ゲームでとしてはあるんだけども数ハミの時に出てたんですけどもこの「オフガバトル64」ってどういう位置づけなのっていうのが、まあ、僕は当時最初に気になったところなんですけどまあここにあのこっちにひっそり書かれてるという,、ね、いうタイトルでした。えっ、ー、と壮大なドラマは今再びその幕を開けた「オーガバトルサーガ第6章オーガバトル64」 パラティヌス王国に配属されたマグナス・ガラントは、えー、そこで、えー、と虐げられている人々の存在を通じ初めてゼテジネア大陸の覇権を狙うローディス教団の圧政を知る、まあ、そんな感じで、まあ、ストーリーの説明ですねでまあゲームのタイプ的にはまあこう えとまあ、伝説のオーガバトルがあってタクティクスオーガがあるんですけど何だろう,う今だと主流って言い方はおかしいかもしれないけどタクティクスオーガっていうのが割とこういろんなまあまあ最終的に「ファイナルファンタジータクティクス」が出たこともあって割とこう定番のシステムになっていくのに対してオーガバトル伝説のオーガーバトルは割とあの頃はこう まあ新しかったけどそんなにこう発展してないっていうかもっとリアルタイムシミュレーション系が出てきてこうあんまりこのオーガバトル系あ違う伝説のオーガバトル系としてはそれほどこう伸びてないんだけどどっちかというとそっちに近いのかなこれに関して言うと。うん、でまあ一応クエストから出てるんだけどもまあねまあ後にオーガバトル自体の権利がクエストからまあスクエニさんに行って。 云々感みたいな話はまああるんですけどもで、えー、と今日はちょっとそこら辺でまあオーガバトルの方を,、えー、とを見ていこうかと思います全2作で6章というのはスター・ウォーズみたく4章スタートなんですか違います違うんですそれを今からやりますえっ、ー、ともともとスーパーファミコンで発売されたのがこの伝説のオーガバトルですね 伝説のオーガバトルってパッケージ、こういう風なデザインで、まあ、割と有名だと思うんですけども、ここね、伝説のオーガバトルの下にオーガバトルってあって、まあ、ここまではみんなちゃんと読んでると思うんですよ。問題はここ。ここに英語の表記があるわけですよ。で、オーガバトルサーがエピソード5。えー、ザ、えー、っと、なんだこれ。マーチオブザ、えー、っと、ブラッククイーンっていうのかな。 といいうサブタイトルがついててこれはだからあの一発目に出たタイトルなんですけどもオーーーガガバトルサのエピソド5まあってあのオーガバトルサーガ」ってもの自体がその前に存在しないんであの知ったこっちゃないんですけどだから「スター・ウォーズ」がエピソード4から始まってるっていうニュアンスにと同じような感じでいくとこれが「オーガバトルサーガ」のエピソード5から始まってるっていうのがまずポイントですね。 ままちゃんとクエストから出てますで割とこの何だろうこうまあ当時としては割とこの何だろうこうちょっと可愛い系のキャラクター SD キャラじゃないんだけどまあそういうようなところ、まあ、まあね FF の4とかまあ 6, 6でもあるかまあああいうちょっとミニキャラっぽいのが割とこのスーファミの頃の、ね、ゲームのキャラクターとしては定番。 だったんですけどまあそういうイメージを彷彿させるようなねキャラクターがここに描かれています。でまあ裏をねちょっと見てみると,、えーと,こねえー、と光か闇か、えー魔,のえー、魔の支配を解き放て、えー、ということでねまあそこのシナリオ部分はいいんだけどでシミュレーションゲームに RPG の魅力がドッキング。 オーガバトルはシミュレーションゲームをベースに RPG の魅力を盛り込んだ全く新しいゲームです。っていう感じでね、いろいろ説明はあるんですけど、要はこの時代っていうのは割とこの、なんだろう、もともとシミュレーションゲームっていうカテゴリーが、まあ、ボードゲームね、アナログゲームからこう入ってきて、たい大戦略とかね、そういう感じの流れがあって、一方でパソコンの方から出てる三国志とか、ああいうやつの,その戦闘シーン。 みたいなのもあってまあ要はヘックスであるかまあなんだろう四角いマスであるかはあるんですけどまあたいそういうバトルがメインの中にその後はあれですねその例えばファイアーエムブレムとかねえっ、ー、とシャイニングフォースとかねえっ、ー、となんだまあそこはそういった感じでねその RPG 要素を絡めてきてまあたいこの西洋中世西洋の中世 系のファンタジー系のキャラクターにまとめるっていう感じのが割とこの時代ってどんどん出てきててまあその中のねそのシミュレーションの流れの一つなんだけどもちょっとそのマスで戦うっていうよりはもうここに行けって言ったらダーッと向かうような割とこのあの自由度の高いっていうかまああれですねリアルタイムシミュレーション系の流れのゲームっていうところで当時まあ新しかった。で でそうですね、ここには特にここにはね細かくまあエピソード5ってあるんだけども裏面に特にねその5章という説明書きも特にないんですよなのでなんだろうこ,ここもちょっとかすれた感じの文字なのでもしかしたらこっそり入れたのかなという <laughs> 感じがしなくもないですでちなみにこれはねあの後にあの、えー、とプレステで えーっとまあ、アートティンクが出してるんですけどこの辺りだともう少しここら辺のね文字がはっきりしてきます。でまあここの、ね、絵柄も数ハミだと縦長なんで、まあ、ここのところがこう横にはみ出してっていうか後ろにも行くんですけど <laughs> っていうのが、まあ、ここにこうキャラがちゃんと並んでるというね感じになるんですがこれ裏面を見るとね まあこんな感じなんですけど、まあ、読んでみると「神話よりも壮大に伝説よりも深淵に運命の輪は今回り始める、えー、抱くのは生理か欲望か、えー、と光と闇の物語が今ここにシミュレーション RPG となった」えー「民と部下の、えー、指示を経てあなたは世界を救えるだろうか伝説の結末はあなたが作る」ということであんまりストーリーの説明もないんですよねこっちに関しては。 でこれねえっ、ー、と一応アートディンクのえっ、ー、とワールドゲームコレクションというねここにマークがあるんですけどそういうなんか、まあ、世界中のなんか面白いゲームアートディンクがこうプロデュースしましたみたいな感じかなということでまあプレステはアートディンクから出てるんですけど一方でサターンではリバーヒルから出てますでまあこっちもね 大体横の,この並び方は同じ,ような同じような感じなんですけどここにねあの、まあ、推奨年齢は全年齢になってますねでここは、まあ、まあ見やすくなってるとで裏面で裏面何が書いてあるかっていうと「えー、と風が運命が大地を伝説の半期を翻す」まあ何のことかよくわかんないけどまあだからキャッチが一個一個違うんですよねうん。 なんかこう権利物だから持ってきてトリセツとか作る時のこういうキャッチってあんま変わんない気がするんだけど一個一個違うんですよね。で、まあ、こっちはここあのシナリオ的なものがストーリー的なところの設定が書かれてるんですけどもでこれジャンルですよジャンル。プレステーの方とかシミュレーション RPG って言ってるけどサターンってね当時ここにジャンルを書くところあるんだけどここにね、えー、とロープレシミュレーションって <laughs> あるんですよ。 まあこれってあの正直言うと Nintendo の FIREEMBLEM もね当時発売された時にはあのロールプレイングシミュレーションってジャンル言ってたんでまあ当時は別に今だとほらカタカナでシミュレーションえっとアルファベットで RPG って書いてシミュレーション RPG って読ませるのが結構一般的なんですけど Nintendo がそもそも RPG シミュレーションってあロールプレイングシミュレーションって言ってたしあのむしろこのセガの方は多分セガ自身が メガドラぐらいからかな、ロープレっていう言葉を使わせるような感じにしてたこともあって、ここはロープレシミュレーションってなってます。はい。で、次、えー、っとね、スーハミでは、まあ今、プレステとかサターンは、実はスーハミのタクティクスオーガが出た後に出てるんですけど、スーハミのね、タクティクスオーガは、えー、っと、こんな感じで出てます。で、さっきのあの、スー、あれ違,違う違う。 前説の動ガバトルが割とゲーム内のキャラクターのちょっと SD 化されたようなキャラクターのテイストだったんですけどもこっちはあの割とねこのビジュアルイメージとしては等身大のキャラクターを使ってますただゲームの中,の中はね、まあ、高低差のあるシミュレーションマップなんではっきり言ってこんな等身大のキャラが出てくるとあの場にマッチしないし多分技術的にも当時はねそんな表現が。 出なかったと思うんですけども、まあ結構わいじゃん可愛い系のチャラにはなってますゲームの画面はねでこれタクティクスオーガってあってまあここに、えー、とレッドアス、えー、とクリングツジャザーかなうんってあるんですけどこの上ここにねオーガバトルサーがエピソード7ってありますだからえっ、ー、とタクティ、えー、伝説のオーガバトルがエピソ えーとオーガバトルサーガ』のエピソード5で次に出たタクティクスオーガがえっ、ー、とオーガバトルサーガのエピソード7なんですよだから5と7が出ててその間を任天堂64で6が出たとただ5と7はその元々の開発者の松野さんって方が関わってるんだけど6は多分当時もクエストから松野さん辞めてるからそこに。 残ってるスタッフがそこを埋めたっていうような感じになりますかね。っていうまあこっちのタクティクスウォーガに関してはここにねシミュレーション RPG って表記ジャンル表記があります。<laughs> で、まあ、まあこの辺もねちゃんとウォーガバトルサーガーエピソード7ってあるんでちゃんと歌ってるんですよね。で裏面。 えとここも、えー、と希望とともに絶望があり悲しみとともに栄光がある、えー、とオーガバトルサーが第7章「イシタルの教えより」ということでねここもちゃんと「第7章」って書かれてますだからオーガバえー、伝説のオーガバトルの時にはなんとなくパッケージにこっそりとねエピソード5って書かれた感じがするんですけどもあの7になるとちゃんと「第7章」って歌っててうんだから当時はこうやっぱ 成功しての2作目だからもっとこ,うこれからガンガン出そうっていう意味合いもあってこういうの入れたのかなとかねいう感じがしますよね。既、う、成、ん、事実を作るじゃないですけどね。うん、で今伝説のえ今伝説が再び蘇る「オーガバトルサーガ第7章タクティクスオーガ、えー」ゼテリ「絶景時アあこれい,いやいやもう。 この辺はストーリーの説明なんだけどただストーリーの説明を途中までバーっとした後にいきなりに新っとハーミット」が実現に、えー、ああ違う違う現実にあ違う違う違う新技術ハーミットが」が、えー、実現した高さの概念を見事なまでに再現した 3D マップっていうね あ3次元マップかという感じでストーリーの設定からいきなり事実設定になっていくっていうね割とこうちょっとまとまりが難しい文章になってますねうんでこれもねあの実はサターンとプレステが同じような座組で出てているんですがちょっと僕はプレステ版持ってないんでサタン版だけ見ると,、えー、とリバーヒルから出てるのはこんな感じねまあ大体いいこの辺の絵柄は同じだけどメインビジュアルの 使い方がやっぱ数ハミだとどうしても縦長になるんで、まあ、脇が削られてるでその辺のビジュアルがちゃんと出てるのがサタン版っていう、まあ、プレステも多分同じように出てると思うんですけどこんな感じになります。でこっちでは「希望とともに絶望があり悲しみとともに栄光がある」ってあるんですけどこっちは何が書かれてるかっていうと「駆り立てるのは野心と欲望そして自分たちの政治」っていうだ,だいぶまたキャッチのねあのせ あのキャッチに使われてるメッセージが変わってるという、まあ、ところもありますね。でこっちはえっ、ー、と「鋼の教えと闇を司る魔がし、えー、支配するゼテジ、えー、ネアと,、えー、と呼ばれる時代今その伝説がここによみがえる、まあ」こっちもなんか伝説がよみがえるってあるんでやっぱり伝説のオーガバトルの伝説っていうのが生きててまあ ここういういところの説明文に使われてるっていうのはまあまあ、つながりとしてはあるのかなという感じがします。でこれもジャンルはねロープレシミュレーションなんですよ。はい、という感じでねまあ要はえー、っと「オーガバトルサーガの」のまあエピソード5が出て7が出てで6が6が出るんだけどその後どうなったかっていうと実は。 これ以上何も出てないだから7より後ろ、えー、っと5より前っていうのはないんだけどただガイデンっていうのが出てます。これねネオジオポケットね。これはあの伝説のオーガバトルガイデンということでまあオーガバトルのオーガバトルのガイデンっていうねのがネオジオポケット、まあ。だからこの辺の時代っていうのは割とこの。 オーガバトルサーガを求めてる人からするとちょっと苦難の時代ですよねいろんなハードを買わなきゃいけないだからまあちょっとね文字細かいんであんま読みにくいんであの読みませんけどまあそういう感じでオーガバトルの伝説のオーガバトルの外伝はネオポケで出てるとで一方でタクチックスオーガの外伝はちょっとこれレンカ版の方のパッケージになっちゃうんですけどまあ任天堂がね ゲームボーイアドバンスで出してます。これは、えー、とタクティクスオーガガイデン。これはシミュレーション RPG ですね。えっ、ー、と、心の輝きは空よりもまぶしく、心の闇は海よりも深いっていうね、またあの意味深なこと。で、これ、オーガバトルサーが、えっ、ー、と、オビスの章、グルーザの嘆きよりって書いてあるんで、まあ、これに関して言うと、 まあ、このパッケージのキャッチの入れ方を参考にして作られてんじゃないのかなという感じがします。はいうん、だからまあ任天堂は任天堂でねオーガバトルをどうにかこのなんだろうこうスーハミ時代にこうスクエアさんをこうねにいっぱい RPG 出してもらったのが64で割とこけたじゃないですか。 その中で、ね、多分オーガバトルっていうのは一つ任天堂のハードにこう持ってきてもらいあのハードに RPG を持ってこようっていう試みが結構あってだからアドバンスに関して言うと任天堂があの黄金太陽なんかもねだシリーズ出したりとかえー何だっけなあとあの何、ー、だ青の天外とかあの辺とか なんかいろいろね任天堂がこう,こう一生懸命こう自分のとこのハードに自社の RPG を持ってやってるような時代のタイトルでしたでちなみに「オーガバトル」とか「オーガバトルサーガー」は最終的にどこに行ったかっていうとあの、まあ、スクエニさんの方でね持ってるってこともあって最終的にはこの「タクティクス・オーガ運命の輪」っていうねタイトルが PSP であのまあ タクククティクスオーガのリメイクですよね、一応。これが最後ですねパッケージとして出てるやつではで裏面 <laughs> その決断がやがて歴史を大きく変える15年の時を経てタクティクスオーガがよみがえるオリジナル版スタッフの手による再構築、まあ、これはあの要はクエストにいたメンバーが結構スクエアに入って っていうか、スクエニに入ってかもう名前的にどっちだかわかんないけどまあ、まあ、スクエニですね当時としてはもう。のスクエニの中にこう集,まって集結して作られたっていうタイトルになりますね。ということでねまあこれが最後でこのあと何かしらこう展開があるかなと思ったけど特にないしであと松野さんはもうねとこのあと。 この後かこのどのぐらいの時期かよくわかんないけどえっ、ー、とレベル5さんの方の仕事して今ちょっとまた違う仕事されてんじゃないかなという感じでまあなかなかあのー、なんだろうこうスーハミ時代のね思い出でやっぱ名作として扱われながらもなかなかそのえっ、ー、と何だろうその後ちゃんとこうシリーズとして発展していけなかったというちょっとね ああのの悲ししい歴史のあるタイトルになってしまってまたんじゃなないいかなと思いますただまだ多分エニに3権利持ってるから本当はコンテンツとしてね育てようとすればできるしいいシナリオライターさん当ててこのねエピソード1から4すごい難しいと思うけどそこをこう埋めていくっていうのもできると思うんですけどでもそれをやるためにはやっぱりこの567っていうのをねうまくこう統合していかないとどうにもならないんでまあ だったらやらやなないかなといかとうまああるのかなという気がしますますああ,のあれですよあのー、えっ、ー、となんだっけメタルマックスみたいにねあの当時の開発者がまだこうちゃんと、ね、がっつり作るっていう状態になってるタイトルっていうのはなかなかないんでねまあ、その意味ではちょっと今後はなかなか発展しにくい、まあ、コンテンツなのかなという気がしますはい。 あ、マザー1、2とか3とか。うーん。マザーに関して言うと、そもそものね、マザー3、6、4でしたからね、最初。うん。まあ、よくは、最終的によくあれはアドバンスに出せたなぁという。まあ、多分別物、全く別物なはずですけど。はい。まあね、そんな感じで、あの、タクティクスオーガっていうか、オーガバトルサーガっていうのはね、まあ、あの、 なんだろう今からこう振り返るのは結構厳しいタイトルではあるけどもで僕もねあんまりクリアした記憶とかないんだけどただオーガバトル「伝説のオーガバトル」に関して言うとやっぱりなんかただひょこひょこ動かしてバトルやってるだけって楽しかったんで全然先いかなかったんですけどシナリオ的には。いろいろあの概念が難しいゲームなんですけどなんかあの触ってて楽しいゲームでした。 というわけで、そろそろ本日の配信は終わりになりますが、この配信はゲームコレクターの先官が日々の活動やニュースに対して思ったことを述べていく配信です。皆様のコメントアイテムが日々のコレクター活動の過程になるので、ぜひよろしくお願いします。YouTube においてはいいねをよろしくお願いします。コメントやアイテムで生配信に参加できるのがフワッチ、過去の配信を確認できるのが YouTube になります。 ほぼ毎日だいたい深夜1時にふわっちにて約30分生配信をしてますのでフォローをよろしくお願いします。あ今週発売ののソフトの